皆さんこんにちは、鈴由美です。キラリンシャキーン。はい、今日の動画は世界一辛いラーメン、エンマ大王ラーメンを食べていきたいと思います。韓国のラーメンなんですけど、ヨムラデワンラーメン、エンマ大王、ヨムラデワンがエンマ大王っていう意味だそうです。で、私はネットで見つけて買ったんですけど、まあ、いろんなサイトにあると思います。で、値段的にはね、若干高めかな。1つ300円ぐらいする。だから300円が3個入りだから、まあ、1000円以上はするかなっていう、まあ、激辛商品って結構高めなんでね。韓国はいろんな辛い激辛なインスタントラーメンあるけど、今のところこれが一番辛いみたいで、スコビル指数が2万1000スコビル。ちょっと前にね、ブルマワンラーメンっていうラーメンも出たんだけど、私食べれてなかったんですけど、それが1万4000スコビルで、それを塗り替えてきた辛さになってます。わかりやすいところで言うと、日本でもメジャーなプルダックポックンミョンのノーマル味が4000スコビルで、プルダックシリーズの中で一番辛いのがプルダックポックンミョンミニなんですけど、私も動画で食べたことある。ミニが12000。だからもうダントツでスコビル指数が高いです。世界一辛いラーメンって言われるとめっちゃビビるし、今でもちょっと怖いんだけど、実は日本の極激辛焼きそば、あれがね、もっと桁違いのスコビルでした。極激辛は調べたら40万以上のスコビルがあるらしい。だ、それ聞いて、あ、極激辛があのぐらいだったらこれはいけるかなっていう気にはなったんだけど、まあちょっと今日は楽しみつつ、お酒も飲みながら激辛味わっていきたいと思います。じゃあ早速作って準備してきます。はい、こんな感じで完成しました。韓国のラーメンということで、うちにワンマンドゥっていう韓国の餃子があったので、これもついでに茹でてきました。それでは早速ビールと一緒に始めていきたいと思います。今日はキリンの一番搾り糖質ゼロです。あ、やっぱ色がすごい薄いね。ぴったり。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様です。乾杯。あー、めっちゃお腹空いてるんですけど、若干怖いです。いただきます。直接喉に行くと、もうビリビリ痛いぐらい辛い。スープ飲んだだけで一気に毛穴が開く感じ。これ麺すすれんのかな？辛いんだけど。インスタントラーメン、汁ありのラーメンだったら世界一なのかもしれない。キムチと一緒に。
麺だけだったらずっと食べてられるかもしれないけど、スープが辛い。マジで。辛い。ちょっとマンドゥ挟みます。タレは前日の夜ご飯、チヂミ作ったんですけど、それの余りのタレです。韓国のマンドゥってね、具沢山でめちゃくちゃ美味しいの。ちょっとピリピリ胃が痛くなるぐらい。極激辛とはまた違うな。食べられるんだけど、ダメージもでかい。ちょっとスープは厳しいから、麺だけでも頑張りますね。シシトウとかネギに助けてもらいながら。韓国のラーメンって海鮮系とか牛ベースのすっきりしたスープが多いから、それで激辛ってなるとね、結構辛いんだよね。なんか、日本だと、激辛でも、結構こってり系だったり、味噌ベースのものが多いと思うんだけど、2本目は、氷結の無糖レモンです。よいしょ。辛いな、これは。激辛食べてもあんま汗かかないんだけどね。結構ほんとやばいやつ食べると汗かいてくんだよね。はっきり言ってスープはちょっと怖くて飲めない。卵、ニラたっぷりのせ。卵もスープに浸って辛くなっちゃった。マンドゥ食べよう。この皮ももっちもちでね。あと3口ぐらいだ。頑張るぞ。スコビル指数だけ考えて甘く見てたけど、やっぱり辛いですね。さすがです。辛い。痛い。今連続で食べてたらすごいやばかったんだけど、やっぱこのスープ状だから、こうさらっと喉に行っちゃうじゃん。で、胃に行くじゃん。痛みの成分が口の奥から喉にかけてに張り付くんだよね。なんか極激辛はさ、もう口の中がずっと痛いじゃん。もう焼きそばだからさ、口の中だけの痛みって、口の中に何か含んでれば、なんとか耐えられるじゃん。氷とか、飲み物とか。だけど、喉の痛みってどうしようもなかったんだけど、今。ちょっと怖かった。
はい。麺は全部食べきったので、自分でトッピングした野菜だけ。酒飲んでる場合でもないし、酔っ払ってる場合でもないわ、これは。卵にキムチを乗せて、これで最後です。今日も美味しいお酒と食べ物に感謝です。ごちそうさまでした。はい、ということで今日は世界一辛いラーメン、閻魔大王ラーメンを食べてみました。激辛でも美味しいっていうのが韓国の麺商品のイメージだったから、今日もまあ辛いとはいえ美味しくいただきながら酒も飲めるだろうって思ったんですけど、いや、大間違いでしたね。ちょっとレベルが違かったです。世界一は。とは言ってもね、私は激辛商品が大好きなので、こういう世界を知れるっていうのはとても楽しいです。ワクワクするし。案の定唇も真っ赤っかですね。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。鈴由美でした。バイバイ。石焼きも、お芋。